さん、あいつら追い払ったら、一人やめていいか。いいぞ。店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前の子供を片付けねえとな。そうだ。だがコックと侮る奴は端から下ろしてやるよ。コックは手が命。戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくる奴は残らずこの足で仕留めてやるよ。
弱き者よ。小僧、名乗ってみよ。よろのはゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。ドリュー奥義三千世界。見事。ゾロ！若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ。あの男はまだ生かしてる。ラキュール・ミホーク、貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロロノア。俺は先、幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さして、この剣を超えてみよ。この俺を超えてみよ、ロロノア。Thank you.
しか頭にねえ貴様は猿同然。猿を舐めると失格ぞ。サンジ、お前なんでそんなにこの店を守りてんだ。俺はクソジジイから何もかも取り上げちまった男だ。取り上げた？百戦のコック見習いだ。猿でも学習能力があると聞く。二度も突っ込んでくるとそれ以下だな。それは勝利のみを目的とした戦い。手段は何だって構わねえ。くだらねえ真似を。
かが、逆上した奴ほど殺しやすい敵はいねえ。よっ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 、頼むの。ここがてめえの墓場だ。ここがてめえの死に場所じゃなけりゃ、一体誰の死に場所だ。お前のだよ。誰も俺に逆らうな。待てよ、俺も行くよ。